突然ですが、ドアデッドニングの最終回となります。リコピンの静止シート5メートルの 0.46 メーターの 2.3 ミリ、ドア内張りを剥がしまして、これ第1回でももう言ったことなんで飛ばしますけど、昔貼ったデッドニングはぐちゃぐちゃなんで、もうブチルの沼にもはまりました。3枚一気にやりましたよ。助手席最初にやったんでね、綺麗になりました。もう暑いんでね、一気にちょっともうできなかったんですけどね、あの夜やりましたけどね、夕方からね頑張りましたよ。これ穴を塞ぎました。もう動画撮んの端折りましたよ。動画撮らなかったら早いですよ、作業は。カンカンカンね、これコンコンコンって、こんにちは、誰か出てきそうですよね。あとリア2枚頑張りますっていうことでね、もう内張りも適当に貼りました。これもうこれね、5メートルを使い切ろうと思ってます。はい、復旧します。この時思いました。終わらない作業はないんだって、リア2枚頑張りますって思いました。もう火が落ちてきました。ドア重たく感じましたね。室内も気持ち静かに感じました。これ静かですよね、これ実際の音なんで。フロントが終わったんでね、一回エンジンかけてスピーカー確認しましたよ。もうええ感じって分かりますけどね、私はね、前の音がもう分かってるので、いや、左右同時に一気にやりました。作業動画はあまりありませんので、見たい方はぜひその位置をご覧ください。ブチルは力強く押さえました。あ、ドアぶつけた家に大丈夫でしたので後ろに下げました。あっという間に綺麗になったような動画カットになってますけど、なんか両ドア開いたらアルトワークスがね、まるで蝶々みたいでした。綺麗にするのがほぼ仕事ですね、これね。貼るのは掃除の後はもう本当に楽に感じます。貼り方は適当ですけど、しっかりローラーで押さえましたっていう話。リアゲートに貼りますよ、余ったらっていうのでね、貼っていってますけどね。ちゃんと計算しといたらよかったですけどね、本当ね。あ、虫が飛んできました。適当なんでたくさん貼りました、内張りもね。リアの方はたっぷり貼りました。残りを考えて貼ればよかったですが、この時ね、こんだけしか残らなかったんで、足りるかな、リアゲート編です。足りるかなって思いましたけどね、あの表の蓋のところをですね、ちゃんと測って、それをまず確保してから、サービスホール分のね、これ計算してから、中を小さいのをペタペタ貼れるだけ貼りました。全部使い切りましたよ。しっかりローラーで押さえました。5メートルの 0.46 メートルでドア4枚とリア8 1枚ちょうどいいですね。ちゃんと計算して貼った方がいいですよ。全く余りませんでした。8キロぐらい車重が重くなりました。ワクワクワークスラッシング。あ、入ってますということで、ここからね音聞いてください。今ねちょっとゆっくりねドライブしてるんですけどね、今わからん道に来ちゃった。動画に音ねどんな感じで入ってるのかわかんないですけど、ほんまこんな静かですよ。まあ、個人的感想とは全然ちゃうって思ってもらえると思うんですよね。ノーマルとね比べてもらって、私もちょっと比べたいなと思うんですけどね、この車とね全然ちゃいますよ。これぐる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 回れるとたんでね、ぐるぐる回ってみようと思うんですけど、いやー静かやわ。タイヤの音が聞こえづらくなってるなと思うんですよね。別にタイヤのとこ張ったわけじゃないんですけどね、タイヤから伝わってくるこのフジモンさんの言われてるこのピラーのところ、このドラミングって言ってたけどね、この空洞を伝わってくる音がね、ロードノイズ大きくしてるんですかね。ドラミングいたらこう何ちゅうの響くから大きな音出ますよね。まあ、それが人間の耳の近くにあるんでそう聞こえるんかな。それを減らしてるんですよね。普段はね静かに乗りたい方にはおすすめですね。あとあんまり重さ気にしない方。ありですわ、僕はですよ。そういうの気にしないんで、ね、音を気にしてたわけじゃないんですけど、乗り心地悪いなっていうかね、あの乗った時にねどっか壊れてんちゃうかなって思う時あったんですよね。カラ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 とかいろんな音するんで、それがちょっと一つ安心感。
まみむめもうに、さっしーがまんみーになったような気がしますね。雑な音が消えました。これ私の例えの音です。雑味がなくなったっていうね。これフロントスピーカーの音聞いてください。いやー確実に良くなってるんで、走りながらちょっとね直してますけど、この音がね、なんか明らかに割れてますよね、これね。ヘッドレスト、これがあるんでね、楽ではないな。あ、これシートもちょっと前にしてもらったら楽ですけどね。いや、なんか新鮮ですよね。アルトワークスのリアに座って動画入っていく、新鮮やなと思いますね。もうデッドニング終わったんで、今ねちょっと感動してるとこなんですけどね。もう音が気持ちいいですね。デッドニング、ここも貼ったんですけどね、ここのこの内張りにも貼ったんですけど、この辺も貼ったんですね。であと鉄板の穴という穴を全部塞いで、その中もね、もう貼れるだけ貼ったんですよね。このドアの空間の中入っても、またそのこの辺の穴いっぱい開いてるんですよね。音がこう変わっちゃうんですよ、多分ね。こうビビったりして、まあ、それが穴を塞ぐことによって、音が漏れない、あんまり外にね。スピーカーだけの音がこう出やすいようになるっていう感じなんですかね、多分。だから今ええ音出てるんやと思うんですよ。に聞こえるんやと思うんですね。いやー、これね、感動してますよ。全然違うもん。もっともうなんかビリ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 言ったから、前はね。これ明らかに割れてますよね、これね。音悪いなぁと思った、素人ながら思ってたんで。フロントはハロッテリア、リアはケンウッドで、これツイッターね、これ前もつけてますけど、これ中島さんにこれいただいたやつ。真ん中に行くとね、すごい迫力ありますね。早くやっとけばよかったと思いましたね。わかりますかね、これ。動画でわかるかな。リアにね、こう座ってみたらなんか新鮮はなってないんですけどね。これも鳴らした方がええんかな。これ鳴らしてみようかな。こっちなかなかもんな、これな。ロックスピーカーなってもらうね、これね。なろうかな。ドアのデッドニングしたんでね、この音をちょっと後ろに座ったらどんな感じかっていうので、これ真ん中の音ですね。ちょっとこれ撮りたいなと思って今撮ってますけどね。これが私のアルトワークスだ。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。良ければグッドボタン、良ければチャンネル登録よろしく。音楽うるさかったです。